新世界よりは、岸雄ウスケによる日本の小説作品。2008年1月に講談社より出版された。2011年に講談社文庫で文庫化された。人々が、連動力を手にした1000年後の世界を舞台とする、サイエンスファンタジー作品。2008年、第29回日本 SF 大賞受賞作品。 著者の3年半ぶりの長編小説であり、上下の2冊構成の書き下ろし。ページ数は上下間合わせて1000ページを超える。文庫版は上、中、下の3冊。本作のタイトルは、アントニン・ド・ボルザークの公共曲第9番、新世界より、に由来する。この曲の第2楽章を原曲とした、歌曲、家路のお菓子が、作中に何度か登場する。 2012年に漫画化され、同年10月から2013年3月まで、テレビアニメが放送された。また、小説現代2011年8月号から、前日短新世界ゼロ年が連載中。1000年後の日本、人類は、呪力と呼ばれる、超能力を身につけていた。締縄に囲まれた自然豊かな集落、カミス66町では、人々は、 バケネズミと呼ばれる生物を刺激し、平和な生活を送っていた。その町に生まれた12歳の少女、渡辺咲は、同級生たちと町の外へ出かけ、戦士文明が残した、図書館の自走型端末、身の代もどきと出会う。そこから彼女たちは、千年前の文明が崩壊した、理由と、現在に至るまでの歴史を知ってしまう。禁断の知識を得て、 早やきたちを取り巻く狩り始めの平和は少しずつ歪んでいく。全六章構成。物語は、早きの書いた手記という形で進行していく。内容的には、主人公たちが12歳、14歳、26歳の時期の三部に分けられる。声は、テレビアニメ版の声優。物語の舞台は、現代から千年後の日本。その中でも、カミス66六が、 主な舞台となる。作中の人類は、呪力と呼ばれる、超能力を身につけている。呪力、すなわちサイコキネシスの存在は、西暦2011年にアゼルバイジャンで行われた実験によって、初めて科学的に立証された。それ以降、世界各地で PK を持つ能力者が確認されるようになり、最終的には、世界人口の0.3%に達した。 その当時の PK は、さほど強力なものではなかったが、PK を用いた犯罪が頻発したことから、PK の能力者に対する弾圧が開始され、それに対抗するかのごとく、より強力な PK を操る能力者が出現するようになる。能力者と非能力者間の再現のない構想は、結果として、旧来の社会体制の崩壊、現代文明の終焉をもたらした。 それにより、世界人口は、最盛期の2%以下に激減したと推定される。その後、暗黒時代と呼ばれた、約500年間にわたる、騒乱期が到来した。暗黒時代において、東北アジアの人間社会は4つの集団に分化した。それらは、PK の君主をいただく、奴隷王朝、非能力者の狩猟民、PK を持ち家族単位で移動する略奪者。 戦士文明の生き残りの科学者の四つである。略奪者は、仲間割れによって早期に自滅し、奴隷王朝は600年以上存続したが、世代間の構想によって、血筋が途絶え、暗黒時代は終焉する。その後、狩猟民と、奴隷王朝の民との間で戦争が起き、膨大な死者を出した。これを収集するために、それまで、 歴史の傍観者に徹してきた科学者たちが乗り出し、戦乱期を終わらせ、現在の社会体制が生み出される。これらの歴史は、情報操作によって一部の人間以外には知らされていない。呪力を持つ人間同士が社会生活を営むにあたって、最も問題となったのは、呪力による対人攻撃の抑止である。PK 能力には、理論上、 力の上限がないとされ、たった一人の能力者が無限の力を振るうことによって、社会や統治の枠組みが簡単に崩壊してしまうことを意味していた。事実、戦士文明や暗黒時代における略奪者の集団などは、の放図な呪力の使用によって破滅を迎えているため、いかに人間の持つ攻撃性や攻撃的な呪力の使用を抑止するかという点に、 重点を置いて社会は構築されている。これは、幼年期からのマインドコントロールに等しい思想、教育や強力な情報統制、さらには記憶操作や、不適格者の早期排除、口述の攻撃抑制や、儀式構といった仕組みの人間への組み込みといった多重の手段となって現れている。一見、のどかで、牧歌的に見える世界も、その実態は、 安全のためには手段を選ばぬ、様々な抑制によって、過労じて平和が保たれている状態にある。ただし、そういった、事実の構築化自体が、人々には多大なストレスとなり、社会の不安定化をもたらすため、一般には、秘匿情報とされ厳重に管理されている。真実を知るのは、倫理委員会議長など、町の中でも一握りの重要人物のみである。 作中の日本列島の人口は5から6万人であり、カミス66町を含む9つの町が存在する。残り8つの町の名は、夕張新生町、白石71町、体内84町、小海95町、聖火59町、岩見銀山町、四万都町、西海77町。科学文明が衰退しているため、町同士の交流はほとんどない。 また、海外との交渉も数百年行われていない。このほか東京の地下には、地下生活に適応した何種類もの生物が生息している。別冊少年マガジン2012年6月号から2014年7月号まで連載。作画は、及川は通る。ストーリーの時系列と登場人物の設定が相違している。一部登場人物が登場しないなど、 原作から大きく改変されている。単行本において、本編から退場したキャラクターたちのギャグ漫画、小田つ幽霊子ちゃんが執筆されており、幽霊となった霊子が、傍観者として物語の成り行きを見守るストーリーとなっている。終盤にオリジナルの展開があり、超能力者対戦士文明の戦争の、 最も激しかった北米大陸に遺跡が見つかったため、悪鬼やゴーマの治療法を探るために調査隊を送るという違いがある。ここでは漫画での設定について記す。テレビ朝日、テレ朝チャンネル、朝日放送にて2012年10月から2013年3月まで放送された。キャッチコピーは偽りの神に抗え。ナレーションは遠藤彩が担当。 内容は原作をほぼ忠実に再現している。また、本作の世界観を解説することを目的とした番組、新世界よりクロニクルが CS で放送された。ブルーレイ、DVDCD 新世界よりに関するカテゴリー、新世界よりに関するカテゴリー、渡辺沙紀。www.tv-asahi.co.jp テレビ朝日公式サイト2019年8月5日閲覧渡辺咲 www.tv-asahi.co.jp テレビ朝日公式サイト2019年8月5日閲覧エンドクレジットでは役名が表記されていない新世界より第1話バンダイチャンネルバンダイチャンネル 2019年8月5日閲覧。テレビデータ。www.tv-asahi.co.jp。テレビ朝日公式サイト。2019年8月5日閲覧。ありがとうございます。